チャンネルどうもひージョンですえー、今日はねあのずっとえー、やってるピストなんですけど塗装がねやっとまあ終わったかなっていうかまあまあ適当塗装なんでまあスプレー缶でねここまでやったんやっていうやつなんですけどまあねあのこんな感じでもう乾燥までねだいぶ終わったんで前あの 塗装終わりましたよっていうので細かいところまでちょっとね映してみたんですけどまあそこから乾燥してみてねまあちょっと色の具合とか、えー、まだちょっと変化があったんでねちょっとよく見てみたいと思いますはいということで切り替えて後ろの壁汚いのは、えー、ここでねローラーとかやって油が飛んでるからなんですけど <laughs> まあこんな感じになりました まああのね、乾いって、やっぱり色ムラがね、すごい、光に当てるとね、色ムラがすごいこの辺とかね、見えるんですよ。もともとの文字の跡とかね、こういう色ムラが見れるんですけど。まあまあ、これはね、まあまあ、直塗装やし、あのー、ちょ光の加減でね、こうやってムラがあるように見えるんですけど、あのー、まあまあ、大体はね、その、綺麗に。 シルバーなんでね、この辺とか黒く見えるけど、実は黒じゃなくて、下の色が反射して出てるだけなんですけど、まあ、こんな感じになりました。スプレー缶だけで、ここまでやったっていう話なんですけど、今日はね、えーと、もうこの養生してるところをね、ちょっとね、剥がしたろうと思ってて、まあ、片手今、携帯持ってるんで。 このね、あ取れた。これ取れてもうた。あ落ちた。これ、ちょっともうエンブレム落ちてまうな、ほら。えらい、こっちは。ちょっと形じゃ直せないんで、ちょっと一回止めます。はい、えっとね、今、えー、カメラ切り替えたんですけど、ここはね、あの、 塗ってないですここは。ここもね、養生してたんで。ここどうせね、あのナット止めするんで、あの、してたり外したりしてたら、えー、どうせ剥げるんでね。で、エンブレム、エンブレムは養生してたんですけど、ここがね、ちょっとね、これ何て言うの忘れた。これね、抜けてもうたんで、あのー、 なんとかしますもうアロンアルファ様にちょっと頼ろうかなと思うんですけどまあ塗装綺麗になってここだけか汚かなかったらちょっと違和感あるっちゃあるけどまあでもまあこの自転車の歴史ということで残してますねビゴーレさんの名前の跡がうっすら出てるんですけどもう少しね丁寧に削っときゃよかったんですけど で、フォークもね、ここは養生していったところですね。まあ、こんな感じで綺麗に、綺麗になってないですか。えー、ここはね、あの、もともとシルバーやったんですけど、まあ、シルバーっていうか、あの、メッキやったんですけど、メッキのところも上からシルバーで塗ったくりました。まあ、綺麗に、あの、えー、クリアもね、塗ったんで、まあ、だいぶ、 見たらね、ここに当てた昔当てた傷とかこんなんが、ね、あってまあここにもあるかねまあこういうのがねちょっと歴史かなと思うんでまあうまいことできたかなと思いますまあプロに任せたらねこういうとこまで全部あのえー、あれなんやパテとか使って綺麗にしちゃうんでしょうけどまあプラサフで重ねてとかね あと削ってとかするんでしょうけど、僕はね、あの、こういうのは自分自転車の歴史やと思うんで、この先っちょんとことかもね、養生してたんで、まあ、ここはね、あの、ナット止めで、えー、ホイールを支えるんで、もうここ傷だらけになるんで、どうせ、えー。ここはね、あの、塗装はしてないです。で、えー、っと、いろいろね、教えてもらった、えー、ステムなんですけど、 ま、ここはね、ちょっとさし、あの、えー、下差し込むんで、あの、フォークの方と合体するとこなんで、別にここはいいんですけど、だいぶ、こんな感じで、になりました。見えへんところ、下の方はね、こんなところでサビ落として、ちょっとシルバー、あの、同じように拭いてあげたんで、こんな感じに、まあまあ、こう、下はね、見えへんので、まあ、この辺さえ、パッと見きれやったらいいかなっていうことで、 まあこことかちょっと汚いんやけどまあ乗ってたら分からへんしあのまあまあ OK かなと思いますでえっ、ー、とシートポストの方のねえっ、ー、ともうここぐらいがもう限界かなということでこうしてあげましたあこの辺はねあんまり上から最後シルバー拭こうか迷ったんやけど まあこの辺のね刻印とかこんなん残してあげた方がかっこいいかなっていうことで味があるということで、えー、ここまでやりましたあとねえっ、ー、と6個のお友達の太田さんに、えー、ショップをね紹介してもらったんであとホイールの件とか、えー、細かいところね、えー、相談しようかなと思っててあぶな思ってるんで えっと、そこ行きます。まあ、今度ね、行って。ホイールはね、太田さんに、から買うと。くれへんかな、あの人。っていうことなんですけど、えー、細かい仕上げはね、一番、ちょっと懸念してるのがブレーキなんで、ブレーキのとこだけね、そこのショップさん、えー、でね、なんとかしてほしいと思います。まあ、あの、ピスト関係ね、関西でピストの件で、とか言ったら、 あそこがよく浮かぶんでくると思うんですけども、あそこです。あそこに行ってね、太田さんと一回行って、えー、まあ、あの、コミュニケーション取ってから、ブレーキをね、なんとか。うーん、フロントはね、まあ、ここにつけて、えー、前に持ってくるやつか、あとフォークつかますやつか。でね、問題はね、ここにブレーキをね、どうやってつけるかっていうとこなんですけど、まあ、そこをね、相談して、 まあ、穴開けるところもないんで、溶接で何とかするのか、どうするのかっていうところをね、ちょっとね、他にそういうパーツがないのかっていうところを相談しに込んでいきたいと思います。ということでね、あの、えっ、ー、と、この、えー、40年選手のピストね、えー、ここまで来ました。あとはね、組んでいくだけなんですけど、あとまあ、ホイールとか、 あとハンドルとかその辺パーツ揃えてやっていきたいんですけど、またちょっと時間あくかもしれないですけど、まあ今度ショップ行ってね、まあショップですぐ作業するわけじゃないですけど、まああのブレーキの方と相談して、またね、徐々に仕上げていきたいと思います。ということで以上でした。ご視聴ありがとうございました。